のびさんこんばんは。メッセージありがとうございます。速稼塾の久保です。昨日は FX のズームライブ、いや内容結構良かったと思います。皆さんからね、ご質問もいただいて私も回答できた部分があったんで、あ、なんとか力がついたなというところでございます。やっぱりね、ああいう風に皆さんの顔を見ながらやり取りしていくと私もね、勇気が出ますね。元気が出ると言いますか。で、自分がそういえばあのね、皆さんの声を聞きながら、あ、自分にもこういう時期あったなとか、ここでつまずいたなっていうのが本当にね、初心を思い出させていただいて私の方が勉強になりました。ということでね、 FX につきましてはやっぱり超えないといけない壁っていうのは、大体みんな一緒ですね。今私は価値が伸ばせないっていう壁に当たってます。本来でしたら実力通りにいったら仲間のトレーダーが言われるようにね、久保さんの実力だったらこれはね、ここまで取れますよっていうのに、私はねプロスペクトル理論が働いてここで利確しちゃうんですよ。だからこの分だけ勝ち損ねてるんですよね。まあそういうところがあります。ロスカットラインが下がっていくときに、せっかく設定したロスカットラインね、だからチャートが下がっていくときにロスカットラインが迫ったときにね、ロスカットを受け入れるんじゃなくてロスカットラインを下げちゃうっていうケースがなんか散見されますけども、まあそれもね、もうロスカットラインにぶつかってロスカットされたってことは、あ、自分のロスカットラインの設定は正しかったんだなって考えた方がいいみたいなね、そういった発想の転換もちょっと FX にいると思うんですよ。で、私もね、発想の転換をしたことによってずっと勝てなかった2017年が2018年からいきなり勝てるようになったっていうところがありますんで、力をしっかり貯めていたらですね、学んでいってたら、自己学習していったら、その使い方が正しいか間違えてるかってことを、気づいていただくだけなんですよね。本人が気づければいいんですけども、気づかない場合はやっぱり上級者に聞いてみるってことで、あ、ここが違ったんだっていうふうに分かるわけなんですよね。まあ私の場合でしたら、ずっと FX の勉強2017年やってきて、2017年の年末ぐらいに中丸トレーダーに、久保さん時間軸の見方は逆ですよって言って、それまで1時間4時間デイリーって見てたのを、デイリー4時間1時間っていうふうに上位の時間軸から見るようにすると結構勝てるようになったんですよね。不思議ですよね。まあということでね、盛り上がりましたんで、またね、のびさん、これライブやりたいと思いますんで、FX ライブまたお越しください。その時はよろしくお願いします。それでは。